ートへ移行してくれ。了解、待機ボートへ移行する。マグネットコーティング性能が予定通りなら、ガンダムの動きがさらに加速されるはずです。この後、機能起動体制の感想もありますよね。あんまりスピードが上がると、マグネットコーティングが持たないけどな。メンコダーマルが正常です。ガンダムの攻撃対象クリア、問題ありません。現在のステータスを報告せよ。両足の減速機の摩擦抵抗も高級数に高まっています。このマグネットコーティング組のパーツの乾燥が全関節で完了すれば、応答性も倍以上になります。でも、やってやりますよ。一緒に集中するように。また怒られちゃった。機体性能が早くしたんで、こっちは不良体じゃないんだから。やっとってもな。そういえば、オリジナル AI のシステムの負荷、最近収まったんだろう。そうらしいですね。システム開発チームの吉田主任もプログラムが安定してきたって言ってましたよ。そうお願いしたいね。ミノフスキーフライト実験の時はもうさすがにダメかと思ったんだからな。どこから聞こえるんだ。どうかしたんですか。何か聞こえてくる。ラーラーって音が。こちらには何も聞こえていませんよ。システム障害です。何が起きているんだ。そのまま状況の報告を続けろ。N00、このまま待機モードに。コクピット内の集音マイクの感度を上げろ。ガンダム、コクピット内のマイクゲインを上げろ。ガンダム、コクピット内Thank you.
次回の稼働実験もまたお待ちください。